俺のじいちゃんは山を所有していた。タケノコなど自然の恵みがたくさん収穫できる自慢の山。自家用の椎茸も栽培しており、少年時代はよくじいちゃんと一緒に山に入ったものだ。見てこの椎茸、すごい大きい。おお、そばに入れたらうまいべ。俺が高校生になるとじいちゃんは亡くなってしまう。俺と両親は街中に暮らしていたので、山の管理をどうしようかという話になったのだが、あの山は僕に任せてください。今までずっと山菜をお裾分けしていただいた恩がありますからね。じいちゃんの隣の家に住んでいたおっちゃんが心よく名乗り出てくれ一安心。だが数年後、おっちゃんが朝っぱらから実家に電話してきて、もしもし、おはよう、聞いてくれ、大変なんだ。こんな時間にどうしたの。さっき山を見に行ったら、タケノコやシイタケがなくなっちまってたんだよ。やばくない。大学の春休み中だった俺は山へと急行。盗まれたという確証はなかったが、ひとまず防犯を強化することにした。登り口に私有地につき立ち入り禁止という看板を設置したり、重りのついたカラーコーンでバリアを作ったり。疲れた。おっちゃん、これで様子を見てみよう。ああ、今日は手伝ってくれてありがとう。しかし、俺たちの努力も虚しく、山菜は日に日に減っていくばかり。監視カメラを設置しても、盗難の証拠が抑えられていない。せっかくおじいちゃんから受け継いだ山なのに、ごめんな。おっちゃんは責任を感じてしまい、すっかり落ち込んだ様子。だが、ひょんなことから容疑者が浮かんだのだ。ゴールデンウィークになり、兄家族が実家へ遊びに来ると、そういや最近、山菜が大量に取れる秘密の場所があるって周りで噂になってるのよ。兄嫁の美佐子さんがこんな話をしてくれた。え、それどこ情報ですか？もしかしてうちの山のことなんじゃ。いや、そこまではわからないけど。後日、美佐子さんは近所へ聞き取り調査を開始。噂の出どころは、由美さんというバツイチの女性だと判明したのだが、なんと由美さんの元旦那は、おっちゃんの息子さん。確かにいろいろと難ありな女の人だったけど、まさか山を狙ってくるなんて。でもまだそうと決まったわけじゃないし。余計に落ち込んでしまったおっちゃんを励ましながら今後の方針を考える。本人を問い詰めたところでとぼけられたら意味がないよな。よし、おっちゃん、美佐子さんにも協力してもらって、由美さんを罠にはめよう。罠？やっぱり現行犯を捕まえるのが一番だよ。美佐子さんと由美さんがご近所同士だったのは偶然だから、由美さんは美佐子さんが俺たちと親戚であることは知らないだろう。由美さん、私が山菜狩りに連れてってと頼んだら OK してくれたわ。今度の日曜の朝、二人で山に行くから。ありがとうございます、よろしくお願いします。いいぞ、由美さんは全く警戒してないはずだ。作戦当日、俺はおっちゃんの家に始発よりも早く集合。念のため息子さんにも来てもらい、おっちゃんと3人で山の登り口を監視する。この山久しぶりだな。弓のやつ本当に現れるのか。息子さんは両手を組み落ち着かない様子だ。元奥さんが山菜泥棒だなんて、そりゃ認めたくないよな。そうこうしているうち、俺のスマホに LINE が。おっちゃん、美佐子さんがなんか裏口に向かってるみたいって。裏口？やっぱりお前も初耳か。この山にはな、地元民でもめったに知らないもう一つの入り口があるんだよ。山道を通ってぐるっと遠回りしなきゃならねえんだ。由美はそんな入り口も知ってたってことか。お前にも由美さんにも教えた覚えはないのにな。もし由美さんが犯人でいつも裏口から入ってたんなら、俺が発見できなくても無理はねえや。由美さんの疑惑はますます濃厚に。おっちゃんの運転で俺たちも裏口へと車を走らせた。裏口に着くと、俺たちよりも先に1台の車が。車種やナンバーを確認し、息子さんは俺に頭を下げる。そこに止まってるの、由美の車で間違いないです。申し訳ない。いえいえ、謝らないでください。離婚した奥さんはもう赤の他人ですから。気まずい空気の中、俺たちは車内で由美さんたちが山から降りてくるのを待つ。しばらくすると足音が聞こえてきたので、耳を澄ました。あー、今日もいっぱい撮れてよかった。由美の声だ。こちらへ歩いてきた由美さんと美佐子さんは両腕にカゴを抱えている。そこには溢れんばかりの山菜が。今更なんですけど、この山って私有地じゃないんですか？平気平気、山のオーナーとは知り合いなのよ。知り合いなのはその通りだけどよ、だったらこんな早朝にわざわざ裏口から入ってくるのはおかしいだろうが。おっちゃんがごもっともなツッコミを入れた後、俺たちは車を降り、由美さんに突撃。おい、
ユミ、お前は何をしてるんだ。え、お父さんたち、なんでここにいるの。春になってからずっと山菜を無断で持って行ったのはあんただろう。俺たちはもう離婚してるんだから、親父に迷惑かけないでくれ。知らないわよ、そんなの。おっちゃんたちに詰め寄られ、驚き慌てたユミさんはカゴを放り投げて車へダッシュ。だがこんなこともあろうかと、俺は車の前に先回りしていた。逃がしませんよ。ちょっとどきなさい。美佐子さん、助けて。今行くわ。美佐子さんはユミさんの元に駆けつけると、後ろから羽交い締めに。いや、美佐子さん、私をはめたの。残念だったわね。あなた常習犯でしょ。裏口までの道も迷わなかったし、山菜を刈るのも随分と手慣れてたもんね。だから知らないって、そんなの。話しなさいよ。それからもユミさんはジタバタ暴れていたが、やがて疲れたのか抵抗をやめる。どうしてこんな真似をしたんだ。俺もだけど、結婚してた頃はこの山に興味なんて示さなかっただろう。うるさいな。あんたと別れてからこっちは生活が大変なのよ。知らねえよ。お前が勝手に男を作ったんじゃないか。新しい旦那は稼ぎが低いの。少しでも食費を浮かさなきゃいけないんだってば。それはお前の都合だろ。正当化するな。ケチ、山菜なんてまた生えてくるんだから、たまにはもらいに来たっていいでしょうが。元夫婦はギャーギャー言い争っており、残された俺たちは呆れるしかない。だが次の瞬間、ユミさんの勘違いが明らかになった。大体ね、私だって元嫁なんだから、この山に入る権利はあるはずよ。そうですよね、お父さん。はあ、実はそうじゃないんだよ、ユミさん。ここがうちの山だったら100歩譲って許してやったかもしれないけどな。はい、おっちゃんには山の管理をお任せしているだけです。あくまでも所有権は僕の家にあります。は？面白いくらい目を丸くするユミさんに、俺はきっぱり告げる。うちは山菜で生計を立てているわけではないですし、もう二度とやらないなら警察は呼ばないであげましょう。ただ今の旦那さんにはご連絡させていただきます。ダメ、旦那には言わないで。いやいや、変なことをしないか見張ってもらわないと。また泥棒されたらたまりませんからね。その後、俺たちはユミさんの現住所へ。まだまだ早い時間だったので、寝起きの旦那さんには気の毒だと思いつつも全て報告した。ユミさんは相変わらず、権利云々なんて知るか、ややこしくしていたお前らが悪いと騒いでいたが、旦那さんは平謝り、山菜が盗品だとは疑いもせず、毎日美味しく食べていたそうで、だいぶショックを受けていた。ユミさんは結局旦那さんに愛想を尽かされ、2回目の離婚。現在は車も売り、ボロアパートで極貧生活を送っているらしい。ないとは思うけど、万一のことには備えてあるぞ。おっちゃんはまた山に来られてもいいよう、裏口に深い落とし穴を掘ったとか。もう山の平和を乱されるのは勘弁だが、穴にはまった間抜けなユミさんもちょっぴり見てみたい気がする。ご視聴ありがとうございました。